こんにちは、粟田洋介です。今日はバレンタインの絵を描いていこうと思います。今日はいつもとちょっと違う感じで、水ですごい薄めた絵の具をキャンバスに塗って、それから絵を描いていこうと思います。これで少し乾かすんですけど、どんなバレンタインになるんでしょう。なんか地獄の絵みたいになっていますが、バレンタインにふさわしい絵にちょっと崩していこうと思います。
絵が完成しました。これは身近な人というタイトルをつけました。これ紐つけたんですけど反対に書いてしまいました。まあ付け直すのでいいとします。というわけで今日はバレンタインペインティングでした。皆様どうぞ素敵なバレンタインズデーをお過ごしください。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。